東京江東区で新春恒例の東京消防庁の出初め式が行われ、訓練には3年ぶりに都民も参加しました。午前10時から始まった東京消防庁の出初め式には消防隊員ら2500人以上が参加し、およそ3500人の観客が訪れました。挨拶した小池都知事は、新型コロナの感染拡大が懸念される状況などに触れ、改めて感染防止への協力を呼びかけました。会場ではポンプ車などが100台以上集まり、消火活動を披露したほか、関東大震災から100年となる今年は首都直下地震を想定した倒壊現場からの救助訓練などに都民が3年ぶりに参加しました。